今日の DeNA 先発はガゼルマンです。加入後2回目の先発登板、1回2アウトランナー3塁とランナーを置いてバッター中田翔、うまくコンパクトに追い込まれてから先制タイムリーヒット、1点をジャイアンツが先制します。一方ジャイアンツ先発はシューメーカー、8月21日以来の登板です。そのシューメーカーから二塁一塁とした DeNA ですが、ここは伊藤がサードゴロダブルプレー、無得点に終わりました DeNA です。3回の裏も2アウト二塁一塁とランナーを置いて佐野を迎えますが、佐野もショートゴロ、チャンスを生かしきれません DeNA。 4回裏ワンアウトランナーなしでバッターは宮崎、高めに入ったスライダーを捉えて第12号の同点のソロホームラン、1対1とします。まあ、ジャイアンツも5回表ノーアウト2塁1塁から大城が送りバント成功、ワンアウト3塁とします。そしてピンチヒッター若林、内野は下がっていた DeNA、打ち取られた値でしたが、このセカンドゴロの間にジャイアンツ1点追加、勝ち越します2対1。まあ、追加点を取りに行きたいジャイアンツは6回表ノーアウト2塁1塁とまたチャンスでバッター4番の中田ですが、中田翔がプロ2回目、今季2回目の送りバント、まあ、次の1点への執念を見せますジャイアンツ。そしてこの後ワンアウト満塁となってピッチャーは田中健二に変わります。バッターポランコ、ただここは田中健二郎が打ち取ってサードへのファウルフライ、ツーアウト満塁と変わります。そしてシーズン途中楽天から移籍してきた2試合目の移籍登板となる森原、ツーアウト満塁からウォーカーを落ちる球で三振、 DeNA 田中森原のリレーでこの満塁をしのぎます。一方ジャイアンツは6回の裏2人目畑、この畑が素晴らしいピッチングを5回6回と見せてパーフェクト、2イニングしっかりと抑えました。 DeNA に反撃の余地を与えません。8回の裏ツーアウト三塁中と DeNA もチャンスを作ってピッチャーはこのイニングで3人目デラロサ、ただ外が打ち上げてしまってセカンドフライ、8回裏のチャンスも得点なりませんでした DeNA。 9回の裏ジャイアンツは大勢、最後はピンチヒッター飛ばし打を打ち取ってゲームセット、ジャイアンツがベイスターズを下しました。